本日は日蓮召集第66世日達聖人芸家の御臨席を仰ぎ奉り、第10回男子部10万結集の大総会を私は諸君と共に喜ぶものであります。恩師忠常成先生がおられたならば、どれほどか喜んでくださるであろうということを先ほどから私は胸がいっぱいでありました。願わくば忠門下生らしく私を中心として全日本民衆の幸福のため、そして全邪宗教特別のために今日集まった同志諸君と共に怒涛のごとく前進をしていきたいものであります。目を世界に転じてみれば、最も全民衆を指導すべき大国、すなわちソ連にしろアメリカにしろ、一国の利益だけを考え、原水爆弾という狂気をもとにして全人類を恐怖と不安の中に叩き落としております。また目を国内に転じても、政治家そしてまた日本民衆を指導すべき指導者は、何の信念もなく自己主義、権力、ずるい根性だけを持って口だけやうまいことを言ってうまく泳いでおります。なぜ世界も日本国内もこのように不幸の悲惨の連続をするか、大聖人様の大仏法を鏡として拝するならば、一切その本源は邪宗邪義に基づき、いずれの指導者もいずれの民族にも絶対なる哲学を持っていない、指導理念を持っていないということに希釈いたします。指導者において哲学を持っていない、また国において哲学はあれども低い哲学である、また矛盾のある哲学を無理をして強行しておる、そのところに大きな不幸の原因がある。今私どもは完全無欠なる、そして世界最高の日蓮大聖哲の大生命哲学を根底とし、即大御本尊様を根本として自分も人間革命をし、社会も日本国も全世界も絶対に幸福と平和へ進ましていける指導原理を持っているということを、全世界に声を大にして叫び続けていこうじゃありませんか。願わくば各々の境遇にあって大御本尊様をしっかり抱きしめ、大勝利者になっていただきたいことをまず念願し、共に高専ルフのため、一連召集のため、全民衆の幸福のために、私はただただ諸君の成長と健闘だけを祈っておることを、ここに恋を大事して願うものであります。以上、簡単ではありますが一言ご挨拶を申し上げ、
私の講演といたします。大変にご苦労様でございました。